ユナお姉ちゃんと出会ってから毎日が驚くことばかりです。まあいいか。特に元の世界に帰らなきゃいけない理由もないし、めったに味わえない異世界生活を満喫しよう。ふかふかだ。これなら寝ながら移動できるかも。さて、それじゃあ始めますか。あ、そうだ、ユナさん、もう一つお願いが。フィナは私のクマのライバルなんです。やっぱりクマをイメージした方がいいんだよね。おお、なんかいい感じ。ユナお姉ちゃんは私の雇い主で命の恩人です。いいじゃない、友達で。それに恩人って言うならリナだって私の命の恩人だよ。ユナさんはとにかくすっごいです。ありがとう、ユナお姉ちゃん。クマ魔法、炎のクマ。